ャリンコ完成。おりゃ、よっしゃー、できたー。DIY ラグ道楽。よし、じゃあ自転車をこっから組みます。はい、はい、前の自転車から物事を持ってきました。はい、これそもそもフラットハンドルでさ、こっちで使いたいから、でもブレーキワイヤーとか全部このまんま、本当は全部これね新品に変えるべきなんだけど、これ前変えたばっかりなんでこのまま移植します。はい、このスポット、これだとワイヤーで全部つなげば、よし、おお、手抜きです。はいよ、これシフトは こっちだから、こうこっち側に通して、はい、こっちだよね、これ通してて、でこの途中でクロスして、でここに通ってこっちに切ってと、ねえ、そっちから見える、見える、ね、このシフトにポコッと出ると、うん、なるほどね。でこれをひょいと持ち上げてと、ここで OK ね、こっちはこれで OK、うん、でブレーキ、こっちの、まあ、前ブレーキはこっちだから、後ろブレーキは逆に、うん、次はこっちだから、こう通してこっちから、うん、こっちからここを通して、ダブルで行くのか、でまだいいのかな、で途中でクロスして、こうして、その2人でアクロバティックで撮影しなくて、さらにサチ君はどれでも多分取りやすいと思うよ。はいよ、はい、今後ろのブレーキの調整をしてます。これをできるだけ引っ張って止めるんだけど、はい、この調整のネジあるよね、これをちょっと引っ張った状態にしとかないと、でこれをちょっと緩めるの、そうするとブレーキはちょうどよくなる、これをね、最初にこれをもうギリギリの状態にしちゃうと引っ張るしかできないから、そうするともうこの調整の融通が効かないから、これをちょっと、そうだ、2ミリぐらいちょっとこう引いた状態で、で、であとこれであの両方ともきつくするのも緩くするのもできるでしょ、うん、これでまあちょうどいいところで調整してロックをします。はい、ちなみに自己流ですので正しいやり方かどうかは知りません。OK! で、最後これバシ締め。OK! で、これで後ろブレーキは OK。で、シフトは E として、はい、で、あとは前ブレーキでね。はいよ。はい。はい、じゃあまたフロントブレーキいきます。はい。まず、このワイヤーがね、全部しっかりこう出てることをまず確認。はい。こっちを手で押さえる。はい。これ引っ張る。で、仮止め。で、これね、さっきと同じ。少しこれをね、こんぐらい絞っとくの。これぐらい。なるほどね。こうすると調整の幅ができるから、でこれぴったり合わせた状態で引っ張って締める。おお。ぎゅーっと。まあ、とりあえず仮止め。これだと、はい、現状ほらブレーキ全然動かないでしょ。うん。ね。でこれを緩める方向に動かします。はい。するってと、ほら。ここ動いてる動いてる。うん。これでブレーキ一応、うん、生きてるでしょ。これで。うん、もう一度だな、もう締めて、で最後これをこっちにすれば OK と、はい、いうことでございます。はい、こうすれば前後のブレーキができるね、うん、OK 以上です。はい、 OK、 じゃあいきます。でこいつをギアのやつね、うん、入れます。はい、でこいつを持ち上げて入れます。でここがワイヤー入ったよね、はい、でさ見てほしいのが、ここに溝があるでしょ。溝？うん、このほら、これ線、うん、でね、これをね、これギアをこっち見てごらん、うん、こっち見てごらん、このギア、わかる、これを2速にするの、うん、2速にしたときに、この一番奥のところと、こう動かすと、こうやってほら、動くのね、線があるでしょ、うん、これがちょうど見えるか見えないかぐらいになる、ま、なったところで、これを固定するの。なるほどね。そうするとこれがギアが変わる感覚って。 OK?
今確認しようと思ったんだけど、まだチェーンがついてないから回転ができません。はい、じゃあそんな感じで、でこれで一応ロック、ロックします、ここでロックします。こっちをこっちを見てね、こっちを見てね、はい見えないところをギュッと締めれば OK。 はい、以上 OK。 よし、じゃあこれとチェーンをつなぎます。はい、チェーンもいろいろだからね、気をつけないと。だってチェーンをちゃんとくっつけなかったらさ、外れちゃうんでしょ。じゃあ今度後で外しといてあげる。え、だえ、いや外しとかないと分かんないじゃん。外したらどんな風にチェーンが取れるかよく分かるよ。父ちゃん一回経験ある。え、付け忘れてさ、思いっきりうりゃっとこいった瞬間にスパーンと音がしてさ、はい、でチェーンゆるゆるなのでチェーン調整しましょう。ちょっと速攻でいくぞ、はい、そのままでいくぞ、うん、こういう特殊効果あります。はい、めちゃめちゃ速い。で、やる前に、はい、このアクセルシャフトのボルトと、このブレーキの止めてるやつを全部緩めること。はい。で、これをぐるぐる回します。で、こっちから取ってみて。チェーンもそうなんだけど、このタイヤのこっちのセンターあるでしょ？うん。見ててごらん。これ動くから、これ、締めると。見えるかな？このタイヤ自体が動いちゃうんだよ。なるほど。うん。だからこれね、チェーンもさんだけど、このタイヤ自体のこの左右の動き、これね、これもしっかり見ながら調整をしてください。これがまだ緩んでない、緩んでこれと動くから、 OK？ はいよーん。はい、はい、これね、後ろから見てタイヤのここがちゃんとセンターに入ってること、ここがね、ちょっとこれ見づらいかな。で、センターに入ってることと、チェーンの張りは、まあ、ものによるけど、まあ、こんな、こんぐらい？これよりもちょっと、張ってもいいんだけど、そうするとやっぱりどうしてもチェーンに負担かかっちゃうからさ。まあ、大体こんな感じで。で、そしたらこれをチェーンをしっかり、これと、動かなくなるから、引っ張られるから。うん、こっちも締めて、で、同等に、こっちも締める。父ちゃんもね、正しく習ったわけじゃないから、やっぱり子供の頃からいろいろ経験してやってきたことだから。で、これ調整したら最後にもう一回これを増し締めね、ギュッギュッと。で、忘れちゃいけないのが、こっちを全部アクセルを止めたら、こっち、これ見える、うん、これ、これ、これ、こいつブレーキのこれもちゃんと固定します。りょうちんの、あ、さつの顔にずっとピントが合ってんだ。で、最後このブレーキのこれを固定しっかり止めれば、でこれを緩めないとチェーン調整ってできないから、うん、どうしてもチェーン調整できないときはこれをまず疑ってください。で、はい、その次にチェーン調整がどうしてもできない、その2のパターンとしては、このセンタースタンドのこれがここ邪魔してんの、当たっちゃって調整できない、うん、これね、ここ、こっち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 、そう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 、あ、やっと見えました。ここ当たっちゃうことあるから、その2つを疑ってもらえれば OK です。です、ですと。で、これでチェーンも OK。 ちょっと緩い、緩い場合もう一回これ外してもう一回調整してください。はい、で、これチェーンそして、あとはもう一応 OK かな。はい、 OK かな、 OK かな、はい、よ、はい、じゃあこれを最後に忘れないようにカバーを止めまして、はい、で、あとまあこの後ろのカゴとかも後でつけるとして、で、前のカゴもまあ買って、前のカゴはまあ簡単につけれるから、まあ一応はシートも買い替えるけど、まあこれで一応完成っていうことで、はい、よろしいんでしょうか。ちょっととりあえず外で走ってみようか。うん、ほい、完成、完成でん、まあカゴとかいろいろついてないものもあるけど完成、完成。あ、ライトも買わないとね、ヘッドライトがない。まあこれで OK でしょう。色はでも意外といいな、ちょっと赤すぎかな、赤すぎたかなと思ったけど、意外と、うん、いいじゃん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 、もうなか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 イメージ通り、オールドタイマーのステッカーもういい感じじゃないですか。よし、終えてきました、チャリンコ完成、おりゃ、よっしゃー、できたー、パチパチパチー、カレー。
軽くはないけど軽い。さすがアリミフレーム。ちょっとでは乗ってみようかな。おお、はい。あ、すごい。おお。いってらっしゃい。やっぱりいろいろ歪んでんだよな、まだな。いろいろ歪んでんだよ。これはまた乗りながら調整です。はい。はい、行きます。じゃあ、ピシコスピシコスって。ただいま第一カーブ突進。